はい、今回も繰り返し言ってもらうだけです。文字は出ません。ですから私の後に繰り返してくださいね。リスニングの練習です。えっと、自分が聞いたことをそのまま言えれば、まあ、リスニングの半分はもうできるということですよね。実際その意味が分かるかどうかが問題なんですけど、日本語の意味も後から言いますので、繰り返しそれも言ってね。例えば、Only Play って言ったら Only Play。そして、えー、日本語でただ遊ぶだけです。 ただ遊ぶだけです。というふうに繰り返せばいいだけです。じゃあ、いきますね。はい、そうですね。ドッグフード。ドッグフード。これ簡単ですね。はい、じゃあ、次行きましょう。えっとね。I'll come back. また来るよ。On the wrong street. 間違った道。 間違った道で。Are you going to the p a r t y パーティ y に行くつもりですか ?starts at 6pm 午後6時に始まります。ask him later 後で聞きます。too many things to learn 学ぶことが多すぎる I saw many kinds of fish. たくさんの種類の魚を見ました。I read a book about international sports. 国際的なスポーツについて読みました。I've never been to Tokyo. 私は東京へ行ったことがありません。 I want a new bike. 新しい自転車が欲しい。It has red wheels. それには赤いタイヤがついています。Okay, I'll try that restaurant. わかりました。じゃあそのレストランに行ってみます。Last night, 昨べ。 link to the other website. もう一つのウェブサイトにリンクする。あ、もう一つのウェブサイトへのリンク。えっ、ー、とね、How is that beef stew? そのビーフシチューどうだったスパイシー。辛い。うーんと、 Is Bill home? ビルはいますか ?after dinner time. 夕食のあと I'd like to sell my old books. わたしは古い本を売りたい。Are you looking for anything? 何か探してるの エアリング。What does he want to do? 彼は何をしたいのうん、そうですね。次はね。あ、ここら辺がいいかな。Which one is your favorite? どちらが好みですか What do we learn about the girl? その女の子についてわかることは何ですか ?I'd like to order two pizzas.2、えー、枚のピザをオーダーします。Where is, where is my bag? 僕のカバンどこ Maybe he borrowed it. 多分彼がそれを借りたんだよ。What's the problem? 何が問題なのですか ?In the future 未来において。Why was he surprised? なんで彼は驚いたのですか I asked him to come. 私は彼に来るように頼みました。えっ、ー、と、うん <laughs>。ちょっと待ってねちょっと。あ、これにしましょう。EXAMINEE。被験者。つまり、えー、試験を受ける人って意味、ね。EXAMINEE。えっ、ー、とね。Why was he upset? なんで彼はイライラしてたのなんで彼は、えー、ハッピーだったの